様こんにちは。今回は兵庫県相生市矢野町ののどかな集落に立つ古民家物件をご紹介します。それでは宅内をご案内します。玄関左手には縁側付きの和室ごまの続き間があります。こちらは玄関右手の洋室 5.5 畳です。奥へ進むと隣のダイニングへ続きます。こちらはキッチンです。右側の引き戸から直接物置へ出られます。物置にはシャッターもついていますので大きな荷物も収納できます。お家への入り口が2箇所あり、奥には蔵もついています。お家の目の前には約71坪の畑があります。相生市ののどかな集落で暮らしませんか？ご案内などお気軽にお問い合わせください。